지금 1시 40분. それが悩みなの。私が好きっていうのが悩みなの。私が可愛すぎてるから、ね、嘘です。オンニじゃないんじゃん。多分私より年齢高いんでしょ。絶対男性じゃん。リューマさん、リューマくん、リューマさんがのリューマくんなの。だからさ、もうさ、なんかこのままじゃダメな気がするんだよね。チャンネルが全然成長できないんだけど。成長できないからさ、みんなに質問したいんやけど、日本人です。最近好きな人はどうなりましたか。最近好きな人、最近好きな人なんかいないです。え、何年前の話ですか。何年前の話ですか。大丈夫、漏れる、漏れてる。うん、漏れてる。こんな感じどうですか。嫌なの。あ、プスプス。全身脱毛してますか。なんでですか。脱毛なんかしません、私は。日本人ってさ、全身脱毛ってさ、すごい気にしてる人多くない。人間はさ、毛があって当たり前です。だってさ、人間も動物だもん。動物だもん。タジズデド、タジズデド。え、言いにくいかも。タジズデ。カズアにハマって韓国語勉強し始めてる。でもカズアちゃんって日本人だよね。カズアなんで日本人じゃん。でもすごいいいことですね。日本人のカズアさんが韓国語で喋って、それを見てハサ君が韓国語を勉強始めて、とってもいいことだと思います。私は、こんにちは、あなたは天使の輝きのように美しい。そろそろね、日本と韓国は戦争になると思いますか。うん、絶対戦争ならないんだよ。なんで戦争になってほしいの。これ何の情報でこれを質問するの。韓国とか日本とか関係なく、そういう嫌なこと言うやつは視野が狭いから気にしないで。저는회화를먼저배우면서일본친구들과전화할때딱외국인발음같다고억양이그런느낌있다고해서노력하고있지만쉽게되지않는것같네요. 근데그거는진짜어쩔수없어요. 우린 외국인이잖아. 그리고 이제 어른돼서 언어를 배우면 더인터네이션이라든지발음을일본인처럼그렇게쓰기가정말어렵거든요。물론되는사람이있어。나는솔직히그런사람이유튜브를많이한다고생각하거든。그런사람을보고아이사람은왜일본인같이이렇게막얘기하는데나는왜이러지하고마타오치고모요네。또와타시오모소이토타치와에라바레타닌게진짜그래요。그사람들은특별하니까영상을찍을수있는거고，특별하니까조회수가올라가는거지。특별하니까그 TV 봐보요。연예인들，그연예인들보고우리가이사람너무예뻐，뭐너무잘생겼어할필요가없는거。그사람은에라바레타닌겐타치っていう感じですかね。그러니까비교하지마요。그냥비교안했는거같은데。응，그니까다잘하고있는거같은데나는。絶対戦争になってほしくないです。でもうちらが死ぬまでは絶対戦争起きないと思うんです、マジで。うん、それは約束はできないけど多分そうなんだよね。戦争ってそんな簡単に起きないんですよ。あのさ、その国と国だけの戦争ではないんだよね、今の時代って。この国を支持してるいろんな国があって、こっちもいろんな国があって、一緒に戦争するから、ミサイルもだ、もう地球がダメなんだ。ユアン님축하드려요。1년동안모았어。내년초에도쿄로。
너무 좋다. 진짜 자기 힘으로 이렇게 다른 나라에 도전하러 가는 그 자체가 저는 진짜, 저도 그랬긴 했지만, 이게 지나고 나서 아무나 할수 있는 게 아니더라고요. 정말, You are so good. 한국 でもチって舌打ちするのは嫌な時にするんですか？一緒だよね。何をやらかしてんだよ、お前。何をやってんだよ。これじゃないよね。제대로좀하라고。みたいな。あ、韓国は舌打ちを何回も。ユアン님、저는10년동안있으니까그렇지。잘할거예요。진짜。韓国で一番美味しいものは何ですか？じゃあ逆に聞く。日本で一番美味しいものは何ですか？韓国で一番美味しいものは？それはさ、こういう質問と一緒だと思う。日本で一番かっこいい俳優さんは誰ですかって。好みじゃん。そういう感じかもしれない。でも私の好きな韓国料理は、チキン、タッポッキー。今日、コンタンスープ飲んだんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。コンタンスープ。韓国にめちゃくちゃ旅行行きたい。わかる。行けば？ 行けないの？行けばってすごい言い方ちょっと悪くてごめんなさいね。でも、近いって言っても、半日ぐらいかかるんだよね。移動時間とか、待ち時間とか、全部合わせたら、8時間、9時間ぐらいかかるかもしれん。韓国が、韓日教育を止めない限り、仲良くできない。そういう考えでいらっしゃってますね。カッタンさん。そうしないとならないよ、みたいな。条件付きで言われたらさ、くっそーってなるんです。ごめんなさいね。くっそ。物事によっていろんな見方があるんだけど、カッタンさんはこういうなんか千枚視線しか見ようとしないんですよね。だから私は広い視線、柔軟な思考をしたいわけだから、そういう意図にだけ分かってくれればいいなと思います。あんたは似合うと思いますか？ 待って。すごい面白い。 あんた 待って、めっちゃ面白いんだけど、質問。カッタンさんに こういう質問もらってるからめっちゃ面白い。やばいやばい、待って。待って、めっちゃ爆笑なんですけど。爆笑すぎる。いやいや、いい意味でだよ、いい意味で。私、日本に10年住んでます。答えになってるんですか？ウケる、面白い、ありがとう。 今日一番と。 でも私を分かろうとしてるからそういう質問してますよね。それがすごい嬉しかったです。そうです、韓国人입니다。そう、めちゃめちゃツボってた。まだいるんですか、カッタさん。いるんじゃん。僕は別に韓国が嫌いわけじゃないよ。ただ反日な韓国人が嫌いなだけ。確かに反日な韓国人もいっぱいいっぱいっていうかいるんだよね。逆に韓国が嫌いな喧嘩もめっちゃいるんじゃん。だから私は正直さ、どっちだなと思ってる。そればっかり気にするとさ、不幸じゃん。絶対消えないわけだと思うからさ、私は目線を変えて、日本が好きな韓国人もいっぱいいるの。それ考えたらめちゃくちゃ嬉しくないですか？ 反日ですか？ 反日って言ったらどうなるんですか？もし私が反日だとしたらどうなるんですか？私の行き場所はどうなるんですか？ 日本に行っちゃダメですか？でも日本に行くよ。なんで韓国って映画ドラマ優秀なんだろう。聞いた話では、日本は自分の力で上手くない女優さんだったりアイドルさん主演にするとか、そういう話聞いたことあるんだけど。でも韓国はそういうの通用しない？
韓国のエンタメが強い理由、海外に売り込もうとする力がすごいから。あ、確かに書き方が悪かったな。お互いの国が仲良くなるためには真実の歴史を学んでほしいだけだよ。それあんまり韓国の人に言わない方がいいんですよ。喧嘩になるんです。歴史のことは学校でさ習んだことで思考がもう固まってるんですよ。どれだけさ理解させようとしても。だからあなたは真実って言うんだけど、韓国からの真実は違うんだよ、日本と。だからそれを変えることはできないんだよ。だからさ歴史のことあんまやんない方がいいんだよ。他のことで盛り上がった方が絶対いいの。だからギュイチャンネルは歴史のことあんま喋らないの。それをさ日本人からしたらやっぱりに、ああありがとう、何かわいいね。そう、私はそう思うの。だから絶対変わらないのに変えようとしてるから喧嘩になるの。こういう思考を捨てない限り韓国人と仲良くなれない気がする。ほんまにそれはさすごいもったいないんじゃん。一回それ抜きで見ようとした方がいいと思う。私もそうしてる。でも彼氏とはちょっと喋って彼氏になる人にはちょっと歴史のことをどう思ってるのか。日本人の友達とは絶対しない。一回しようと思ったんだけどすぐ喧嘩になってみたいな。じゃあカッターさん思うんですよね。あなたも洗脳されてんだよみたいな。韓日教育に洗脳されてるんでしょ、あなたって思ってるんでしょ。私は逆だよ。私は逆に思ってる。だからもう話になれないの。日本だって正しい歴史教えてるかわからないよ。それなです。日本の歴史はアメリカの力などで加算されてる部分があるようです。あ、そうなんだ。多分国によって解釈が違うと私は思ってるの。そうじゃないと、じゃあ韓国で生まれて韓国の教育されます、歴史の勉強します、もし韓国が悪いこといっぱいやったとしたら韓国はこういう悪いことしたんだよっていう教育されるんじゃん。え、うちの国ってこんな悪い国なの、クソじゃんみたいなっていう教育を絶対しないと思うの。だから一つの事件に国によって見方がみんな違うと思うんですっていう風に言いたいですね。韓国では普通な床暖房機能が羨ましい。日本はまだ一般的じゃない。そうそうそう、ほんまにさ半袖全然できる。だから外がどれだけ寒くてもわからないの、家では。今日本で少し脱毛ブームなんですけど、韓国も脱毛ブームですか。え、脱毛ブームって前からじゃないの、日本では。自転車じゃなくて電車乗ったらほぼ脱毛の PR ばっかじゃん。日本人って本当に脱毛多いんだなと思ってるんだけど、韓国はそれほどじゃないの。韓国はあれだよね、気にしない人が多いかもしれない。韓国アイドル加工されてるだけで普通に毛生えてるよね。顔の毛ここじゃないよね。ここはさすがに剃るよ、韓国人も。でも剃らない人もいるんだな。冬は剃らない人が多い。夏になると剃る。어떻게일본어를공부했어요？열심히요。竹島は韓国のことですか？そうだよ、韓国の領土だよ。何か韓国のもの。なんで聞くの、そういう質問。わかんないんだけど、意味がわからないの、正直。じゃあ私がさ日本のものだよって言ったら日本のものになるの？私の選択でその竹島の決まるの？世界はあなたのものです。すげえな、すげえこと言ってくれてんじゃん。個人がどうこう言ってることじゃなくない？うちらがさそれでさ韓国のものだよ、え、何言ってんの、日本のものだよって喧嘩どれだけしてもさ不毛じゃんねん。あ、おんまがおっと、え、私は韓国のこと愛してます、仲良くしましょう。嬉しい、私も頑張る。
韓国の女性は気が強いというのは本当ですか？私のこと見たらわかるんですよね。気が強いです。でも私気が弱い方ですよ。あ、でも強いかもしれない。ソンフンミヌは日本のものですねえ、コイキングちゃん、ソンフンミヌはごめん、韓国のものです。ソンカンは日本の宝物です。宝ですか？エンさん見て、エンさん、ソンガンは韓国のからです。反日デモに対してと思いますか？男性俳優はナムスヨン。ナムスヨンもすごいイケメンですね。エンさんも韓国に興味あるんですね。マドンソン絶対違うんじゃん。マドンソンもすごい素晴らしい俳優でもあるんですけど、かっこいいの。マドンソンって頼もしいよね。まあ、そうだね、人の見る目って見方ってそれぞれだから、マドンソクみたいなたくましい人がかっこいいっていうふうに思ってる人もいるから、ちょっとそれはちょっと申し訳ないですね。おはようございます。日本人ですが絶対日本人じゃないんじゃん。やめてほんまにあ、ごめんなさい。韓国は今何時ですか？時差がないの。残念ながら日本と韓国は時差がないです。トッポッキは日本のものですか？私は日本人ですが怪しいですか？ごめん、めっちゃ怪しい。男はどんな風に愛情表現するのかな？愛してる、会いたい、ちゃんとご飯食べてね、会いたくなった、本当に可愛くてたまらんみたいな。可愛いはすごいいいなと思う。今日も可愛いねとか言われたらキュンとなる、へへへへみたいな。韓国の男の人は本当に女性に花を渡したりするんですか？する人はすると思う。花束ってそんな高くなくないですか？あ、日本は高いかもしれないか、ちょっとわかんないんだけど、1000円台で買えるから、イベントとかじゃなくても花屋さんちょこっと寄って花買ったんだよみたいな、で渡したらすごい喜んでもらうんじゃないですか。今って花買わないんじゃん。だから若者が手に入れやすいためにちょっと安い花束も売ってるの。韓国男性の愛情表現素敵すぎる。そう、マヒルくんもできるよ。そう、できるできる、絶対持ってるから。絶対持ってるし、私の元彼なんだけど、マー君っていう私が一番好きだった日本人の男性なんだけど、あの人もちょっと一般の日本人男性よりはちょっと愛情表現があったんだよね。だからすごい良かった良かった。可愛い、可愛いぐらいはちょっと、そうだって可愛くて付き合ってるわけじゃん。そうなの、そうなの。エロいニックネームすげえエロいんじゃんご飯ちゃんと食べた？コンタン食べたよ。ゴムタン美味しかったよ。すっごいボリュームがあって、ほらこれ見てみたいな写真送るの、韓国人彼女は。そう、これ食べたんだよ、どう、美味しそうでしょみたいな。あ、それは言わない。これ食べたんだよ、ゴムタンみたいな。あなたは何を食べたのって写真送ってみたいな、で写真送り合ってみたいな、それが日常だと思う。結構写真の送り合いが多いっていう。私はいいと思うんだけど、私写真すごい好きだから結構撮ってるし、でも写真あんまり撮らない人からするとちょっときついかもしれないな。キュエイさんの推しはいますか？日本人でも韓国人でもいいし、俳優でもアイドルでもいいです。いないですね。推しないからさ、楽しいことがちょっと減ってる気分になる。この前までは中村智也さんだったんだけど、結婚しちゃったんでしょ？結婚した途端捨てたの。嘘です、捨てないです。自然消滅みたいな感じです。私の心がだんだんどんどん冷めていて、もう예쁘다ありがとう、한쪽쌍꺼풀풀린건가요。제가원래조금좀암검하수가있어가지고눈이항상이럽니다。眠い。なんかさ、なんか
日本人とか韓国人にフォローされてるのは理解できるんだけど、じゃない国からフォローされるんだけど、これどういう意味なの？日本語を勉強してんのかな。こういうトランチさんもう出ますわ。피곤해보이는게아니라지금4시다지금정신이나갔네지금 정신이나갔다근데오늘이っぱいあのいっぱい喋ってすごい楽しかった。またつけますね。急ですがちょっとおやすみ。